私赤原のつまみは皆さんが求めているようにこの何ちゅうかなこの景観でやっぱ沖縄らしいちゅう皆さんが求めている風景は我々が復元しながら最近これをねみんなそういう見直そうということで県も含めて多くの県民も大体はこのまたそういう景観自分で協力しようということで徐々に増えてきてます。決してその偽物では出せない上質感というものをこの本物の赤瓦が一番象徴しているものなんだと。伝統文化を守ろう、その守る気持ちが町並みを守ろう、島を守ろうという形で来てると思います。沖縄の伝統的な住宅がその歴史的文化的だけではなくていかに優れたハイテク建築なのかみたいなことを説明するっていうこととともに、ハウジングをあえて学校の前に持ってきて地域との連結点として配置しているんですね。仙台から連れてきたこう伝統の仕事をですね、やっぱり誇りの持ってやってますので、できるだけ大したくないし、まだね、やっぱし沖縄の観光のためにもね、景観のためにも、提供していけたらいいなと思ってやっております。その赤瓦の原料であるというクチャですね、クチャというのは、地質学的には島尻層群といいまして、沖縄本島の南部を中心に、分布している泥岩、泥の岩ですね、泥が固まった岩のことを言います。で、時代としては、ざっくり言えば1000万年ぐらい前から、1000年じゃなくて1000万年ぐらい前からだいたい200万年、なかなかピンとこない数字だと思うんですが、それぐらいの長い間堆積した層ですので、層の厚さとしては1000メートルぐらい、かなり分厚い層を成していると言われています。クチャが堆積した当時っていうのはかなり近くまで大陸があったと言われています。実は今島々ができるまでにはこう何度もこう大陸とつながったり切り離されたりっていうことを繰り返しながら今の島々になってきてるんです。大陸があればそこからこう川が流れる、その川から大陸から削られた泥や砂というのがどんどん流れてくるわけですよね。その一部っていうのがそのクチャになって、泥の層になってたということが言われています。沖縄島を中心としたこの琉球列島にしかない地層岩石なんですよね。時代が変わってもで、やっぱり沖縄らしさを作るものの一つとしては非常に、貴重なものじゃないかなと思ってます。原料はですね、組合の方が山がありまして、そこからですね、各業者がですね、注文して工場に原料を運んでもらいます。
押し出し成形はですね、口金という型がありまして、例えば断熱があるとかですね、タイルとか、うん、重ねがあるとか、そういうのは全部すべて押し出し成形です。と難しい瓦、例えば S 型があるとかですね、鬼瓦とか、そういうのはですねプレス成形でやっております。そうですね、17世紀の後半ぐらいになって赤瓦が作られるようになったと言われていて、今でいう公共施設だ、そういったものにですね瓦がどんどん使われるようになっていて、赤瓦がどんどん普及していくというふうに考えられています。首里城も火災にあって全焼してしまって、新しく再建するときには瓦葺きにして、そういった防災対策をして瓦葺きが取り入れられたというふうに考えられます。廃藩置県があって沖縄県になった後ですね、しばらくしてからそういった琉球王国時代の風習がなくなってしまって、一般の方もですね瓦葺きが自由に吹けるようになっていったと考えられています。その観光が例えばその日本という国であったり各地方に対してどんな影響を与えられるかというと、やはりそこでしか体験できないその地域の魅力であったり、その地域でしか感じられないものというものをきちんとやはりお客様に訴求して提供していくっていうことが、やはり観光に対して貢献できるそういう役割なんだろうと思ってます。軒の高さとか屋根の勾配とか屋の高さとか屋敷連のこととか、それ先人が苦労して守ってきているわけです。観光のために作ってやるもんじゃない、先人が苦労した中から生きてきて守ってきて、これはたまたまその時代のマッチしたというかね、観光にマッチして皆さんがいらっしゃるようになったということだけではあるんです。建物全般的に全て言えますし、その中でも赤瓦はやはりこの施設の中の象徴的な役割だと思ってるんです。で、我々がやはりその目指しているものはその圧倒的な非日常感と、あとはその上質なサービスの提供なんですね。で、上質ってそもそもじゃあどういうことなんだろうと我々の中でいろんな議論をしながら考えていった時に、上質っていうのはやはりその本物だから出てくる、その本物の中からやっぱりにじみ出てくるような、そういう感覚が上質な感覚だろうというふうに考えた時に、星野竹富島の施設はこの建物自体はその伝統の建築に合わせた形でもちろん全て作ってるんですが、そこに使われている材料自体もやはり本物のものなんですね。で、赤瓦ももちろん琉球の本物の赤瓦、決してその偽物では出せない上質感というものをこの本物の赤瓦が一番象徴しているものなんだというふうに思います。中村家はどのくらい素晴らしい気持ちのいい建物で、屋根はどういう仕事をしているのかみたいなことを、できるだけ科学的にかつ数値的に説明をしてみるという、トライアルをしてみたいというのが、研究のきっかけですね。たたらって言われますけども、粘土の塊から瓦の
厚みを作り出す、まあ、大体2センチぐらいの瓦の厚さになりますけど、粘土を2センチの形でスライスをして、それで、まあ、瓦の型を作って、でそれを、まあ、あの現代の作り方だとガス窯で焼くという形になってます。どんな風な土地の場所性の中でどういう風向きに対してどこにかまどを作って、どこに一番座って言われるような居間を作って、でどこに裏座を作るかみたいな平面計画とか、あるいは屋根の形を決める断面計画とか、まあ、そういったことのまあ総合性をまあ評価していくっていう時に、まあ、瓦がどういう仕事をしているかも分かるというふうなことがまあ言えるんじゃないかなと思います。これサーモグラフィーといって、あの温度を色で表すことができるカメラなんですね。でこれで撮影しますと面白いのは、あの丸瓦は割と太陽の光が当たりやすくって、まあ、高い温度になっていることが分かるんですけども、より部屋に近い平瓦はあんまり温度が高くないということが分かるんです。沖縄の瓦は凸凹がすごく大きいんですけども、そのことによって下に伝わる熱が小さくする、そのような工夫があるんだと思うんです。沖縄の瓦というのは多孔質なので水を含んでいることがまあ多いんですね。汗をかくと涼しく感じるのと一緒なんですが、あの屋根がまあ汗の蒸発散で冷えるということが起こるんですね。まあ、外見上ですけれども、沖縄の強い太陽のエネルギーが半減するような、そんな効果があります。つまり沖縄の太陽なんだけど北海道の太陽に変わっちゃったみたいに、なんかすごく弱い太陽の光しか受けてないかのような、あの涼しさが屋根の下にできるんですよね。これが一つの知恵じゃないかなと思ってます。雨は当然止めなければいけないですけど、空気は動かなければいけないっていうことを、どんなふうにあの屋根でやってるのかっていうことのポイントが我々としての研究の目的だし、まあ、そのことをまあ可視化して多くの人たちが体感として分かるっていうことが大事なことかなと思いますね。最近車でもハイブリッドと言いますよね。あれは組み合わせてるわけでしょ。要するに違う材料を組み合わせる、その良さを作り出す。例えば地震に対して壁がコンクリートだと強いんですよ。屋根が木造の理由は太陽の輻射熱をできるだけこう遮る効果というのがある。だからあのコンクリートの強靭さと木造の持つ柔らかさを組み合わせるのが混構造です。本土からの移住者、この移住者が求めるのはですね、赤瓦の屋根に住みたいとおっしゃるの大体。私たちはそれを受け止めて、あの混構造で木造の屋根をかけて赤瓦を提供していると。
国際的に卓越をした科学技術の研究を行うことによって沖縄の自立的発展っていうことと世界の科学技術の向上に貢献しましょうっていうことを目的として設立をされています。一応ですね、学生と教員の半数以上は外国人にしますということが当初から目標になってまして、世界40カ国ぐらいの人たちが集まってきてくれてますね。まあ、一般的な多分大学の場合は奥の方に宿舎っていうのを作るんですけども、特に沖縄大学院大学の配置計画の中では住む場所っていうのをそのできるだけ地域に近づけて、でそこで交流を促していくというところでその配置の考え方っていうのが出てきます。大学と地域っていうのをいかに近づけるかということ、もう全く切り離された隔離された場所になってはまずいと、困るというか、それでは多分成功することにはならないだろうと。今までの その沖縄の伝統的なアイデンティティある赤瓦を使いながら、いかに親しみの持てる空間作り、雰囲気作りをするかということで赤瓦を使っているということです。でこれが徐々にまた外にじわーっと出ていって、そこに新たな大学を中心としたビレッジが形成させることを期待して配置計画をしていると。The design of the building is really good. I feel the, like the apartment where I live is very, well designed. The roof itself, I really love it, because it's very cheerful. This is the first thing. So like the colors, the intensity of the color, I think that they are using for the roofs, is very, very beautiful. I like also it's that it is a combination between modern and traditional.今の私たちの住宅の考え方っていうのは、まあ、メンテナンスフリーっていうふうな言い方をしますけれども、基本的には15年とか20年ぐらいの周期では大きな修繕をしなければ建物っていうのは維持できないようになっていて、で逆に中村家住宅をはじめとする沖縄の伝統的な瓦屋根の持っている特徴からすると、定期的に例えば、漆喰を塗り重ねるとか、あるいは傷んだ瓦を差し替えるっていうことにおいて大きな大規模修繕ではなくて、比較的小さな修繕を繰り返していくことで建物を維持していくと。トータルで見たときにどちらの方がよりコストがかかるのか、あるいはどちらの方が技術を伝承しやすいのかっていうふうに考えると、比較的短期間の間において差し替えていくみたいな考え方はすごく重要な技術だろうと思います。風が抜けるとかそういう良さは取り入れながら現代風の間取りで作っていくというのが大事でね。沖縄の住宅っていうのは庭と一体になる、開放すればもう庭に対して一体になる、これが沖縄らしい。これ中村家の住宅と一緒です。だからそういうね、小さくても先人が求めたようなことは今でもできるわけですね。そもそも受け継ぐきっかけになったのが、この親父が続けてきた工場をなくしたくないっていう、ただシンプルな思いではあったんですけど、僕らのちっちゃい頃から当たり前にあった景色がどんどんなくなっていく、それをなくしたくないっていうのが一番の思いで続けているのかなっていうところですね。安心安全ね、ユーザーにも届けるような体制を整えていきたいと思ってます。どんどんいい製品を作って品質管理もしながらですね、ぜひいい殻を作って、これからも普及させたいなと思っております。頑張ります。